スタンドアップ VTV081 第81回です。今回は大会の結果報告をしたいと思います。今回の大会はちょっといつもと違った大会ですね。こちらの、はい、カードボックスさんという、まあ、多分全国チェーンをしている、カードショップだと思うんですが、その、カードボックスさんのヴァンガード全国大会の予選大会の方に、出場してきました。はい、これも感じですね。で、まあですね、この大会なんですが、上位4人が、まあ上位4人を決めて、まあ、優勝を決めるとかそういう大会ではなく、上位4人を決めて、そして、第4強になった、人たちが次の、予選大会、まあもう一個上の予選大会の方に、出場できるというような、大会の内容になっていました。なので、参加人数は約16名ぐらいいたのかな、いたん14、そうですね、そんぐらいいたんですが、まあその中で、2回ですね、2回勝てばとりあえず、4強になるということで、やってきました。で、まあ結果の方ですね、はですね、残念ながら予選突破ならずということで、1回戦がですね、まあタイムアウト、時間切れで、その時の、ダメージスコアですねが、少ない方が勝ちということで、まあ運よくですね、こちらの方が、最後、まあ5点5点の結構熱戦を繰り広げていたんですが、最後に僕がですね、ヒルトリガーを引き当てまして、で1点回復して、4点になり、そしてまあこれダメージでヒルトリガーを引いたんではなくて、自分のドライブチェックですね、ドライブチェックで引いて、ダメージが4点になり、そこで、まあ時間が少し経ったところで時間がタイムアウトになって、結果的に僕の方がダメージが1点少なかったというような内容で、今回は1回戦を突破しました。そして2回戦が、まあ前回の優勝者って言ってましたかね、の方と当たることになってしまい、さらにこちらはライド事故ですね。はい、あのオラクルシンクタンクだったんですけど、まあ、スペリオライドも決まらず、手札にも来ず、ライド事故で、相手はガラハット軸のロイヤルパラディンですね。まあガラハット軸というわけではないんですが、ガラハットでスピリをライドしていくような形で、上で、乗り換えみたいな、ロイヤルパラディンだったんですが、負けてしまい、残念ながら負けてしまい、そして、まあそこで予選敗退というような結果になりました。まあ予選は敗退したんですが、このような、ものをもらってきました。なぜかブッシュロードさんの多分公式大会ではないなかったと思うんですが、もうこれですね、はい、ファイトパックボリューム3です。こちらの方、公式大会だったのか公式大会じゃなかったのかちょっと定かではないんですが、まあカードボックスさんのね予選大会なんで、ブッシュロードさんのものが出るっていうのもちょっと不思議だなと思ったんですが、まあこれどういう風になってるんでしょうかね、ちょっと分かりませんが、一応まあ初のですね、ファイトパケットというか、まあこれは僕にとってとても嬉しいこと、そしてまた違った環境でまた別の場所で戦ったことで、対戦したことですごく別のまた一つちょっとレベルの高い場所でやったというようなイメージがあって、でも本当皆さん強くて、すごくその後もですね、いろいろ指南してくださって、すごくためになるお話をいっぱい聞けたのが良かったなというふうに思っております。まあそれでは、話を長々とするのもなんですが、早速ですねこれ開けていきましょう。そして
まあ、たくさんのこうファイトパックがあったわけですよ。バーッと並んでいたわけですね。バーッと。その中からじゃあ選んでいいですよと言われたので、こいつが呼んでいたんで、僕のことを。まあ僕が今一番ファイトパックで欲しいと言ったら、ペイルムンのあれですね。はい。あの子が欲しいので、まあ呼ばれたのかなというふうに思いつつ、手に取りました。では開けていきたいと思います。はい。では、早速ですね。こっちの方がいいかな。いや、初開封ですよ。パキーン。パキーン。では、こちらのカードは何でしょうか。ドン。はい。怖い。可愛くない。可愛い子じゃない。いやー、なんかね。ナレッジじゃないかな、ナレッジじゃないかなってちょっと思ってたんですよ。なんとなくですよ。期待はもちろんね、パープルさんですけど、ナレッジなんじゃないかなって思ってたんですよ。最高に発動しちゃダメだよ、こんなとこで。はい、ということで、結果はナレッジドランカ。まあでも、まあカードファイトパック、ボリューム3、初ですので、初ゲットではなく大事にしたいと思います。それでは、今回は、こちらのカードボックスさんの全国大会、ヴァンガードの全国大会の予選大会に出てきた結果報告の方をさせていただきました。それではまた VTV ライド。